朝方ちょっと漫画を読んだことないんですけど、アニメが全部見たことないです。然后这个每年有那个巧合的同学们一起来的，知道吗？知道，因为 NTT 的关系，就是 AKB 的姐妹团这样子，所以就知道大概有这个一个地方，还有做过一些旅游的特辑，也看过这样子。北海道に行ったことはあります？ないんです。でも行きたいですね。視線がいっぱいところかな。香港にはいろいろ違うところも楽しんでいます。新潟市の場合は高橋留美子さんとか水島新司さんとか、そういう有名な漫画家さんをたくさん輩出しておりますので、新潟がそういう漫画アニメの街だということを香港の人たちに、知っていただいて、新潟に興味を持ってもらうことで、ぜひ新潟に、来ていただきたいという思いで出展しています。非常にですね、銀の幸興味持っていただいてですね、こちら香港でも、ね、非常に人気のある漫画だなということで手応えを感じております。漫画を通じてですね、北海道、十勝、帯広をですね、知っていただいて、我々としても一生懸命 PR していきたいと思っております。